今日はビビの紙面の撮影現場にセイラさんが来てるということで、急遽バッグの中身を突撃取材したいと思います。あ、いらっしゃいました。お疲れ様です。ちょっとこれからバッグの中身を見せてもらいたいなと思うんですけど、いいですか？バッグですか。はい、はい、お願いします。こんにちは、セイラです。これからバッグの中身を紹介したいと思います。今のバッグはこれです。シャネルのめちゃめちゃ大容量のバッグです。私普段ちっちゃいバッグが多いんですけど、ちょっと今日はあのこれからがあるので大きめでいろいろ入れてます。まずこれです。ヘッドホン、アップルの AirPods Max です。最近買ったんですけど、結構移動中とかよく聞きます。こんな感じで首にもかけられるし、ね、バッグが小さい時は首にかけられるので今日は大きいの入れてます。最近はどんな曲聞きますか？最近は K-POP、BLACKPINK が出てるので聞いてます。次、サングラスです。サングラスは移動中とかもほぼ毎日何かしらかけてるんですけど、今日はこれな、こんな感じです。ちょっとグラデーションになって、そうですね、色がかわいい、かけてます。普段ケースはあんま持ち歩かないかな。今日は入るので傷つきたくないので持ってます。サングラスはもうセイラちゃん必需品なんですね。大好きです。最近結構集めていいかばって20個ぐらいあるんですけど、でもなんかやっぱお気に入りの結構3個ぐらいはよくつけますって感じですね。あとは財布、ディオールの財布です。これはいつ頃買ったんですか？多分1年以上前だと思います。ロゴが入っているのがお気に入りで買いました。カードとか結構大容量で入るんですけど、私のバッグには入らないことが多いので結構ポケットに入れてます。今カードケースみたいなのをちょっと探してます。出そうか迷ったんですけど、正直にということで、これは移動中とかに使います。今日も朝1枚つけてきたんですけど、絶対3枚ぐらい入れてます。へえ。あとは携帯です。じゃーん、ケースとこんな携帯が入ってます。あ、ブラックピンク。そうなんです、ブラックピンクコラボのケースです。すごい、かわいい。で、そのチェーンっていうかチャームもついてたんですか？これは別で。あ、そうなんだ。はい、なんかストリングスイングっていうやつなんですけど、めっちゃかわいくて3本今集めました。気分で付け替えてるんですけど、あとはこのポーチは中は何も今は入っていないんですけど、なんかアクセサリーとかを入れる用のポーチです。これはあのお母さんが作りました。すごい、イニシャルが入ってるんですけど。あ、なるほど、はい、かわいい。めちゃめちゃかわいいですね。ありがとう。もう一個ポーチ、これもこれと色違い。すごい、お母さんめっちゃ器用じゃない？これはリップが入ってます。リップ。なんかこれは保湿リップなので、あんま色とかはなくて、これが一番よく使うナーズのリップで、これはグロスです。こっちがマットなので、気分が一日で変わることもあるので、持ってます。なるほど。リップとかも集めてる。集めてたりします。リップめっちゃ集めてます今。なんかバラバラで持ってるのがあんま好きじゃないので、なんかにこうまとめてバッグの中を入れてる感じです。ちゃんと整理してるんですね。はい、してみたいな。これ中についてるポーチに入ってるやつなんですけど、これがめっちゃよくって、これが鏡です。友達からプレゼントをもらったんですけど、かわいい。コンパクトなので、リップとか塗り直すときに使ってます。いいですね。櫛です。これ
これは、うん、オフィシーヌユニベルセルビューリーっていうところなんですけど、友達がなんかヘアオイルをプレゼントしてくれて、そこで知って、うん、で串が売ってるってなったのでゲットしました。これも薄いので、うん、本当に邪魔にならないです。そうですね。あとはアルコール偉いアルコールアルコールです。これはこんな感じで随時やってます。これが、うん、マスカラです。お、これは日本のブランド？いや、韓国のブランドです。はい、なんか、うん、マスクしてるんですけど、つまつげすごく大事にしてるので目元だけこれ持ち歩いてます。もう一個リップがあって、お、これです。すごいデザインめっちゃ可愛いですね。超可愛いんですよ。すごい三角形なんですね。これは無色透明の、はいはい、グロスなんですけど、めっちゃ唇がボテッとするというか、結構立体感が出て色なしでも超可愛いので、うん、結構おすすめします。最近は結構ツヤ重視。そうですね、前までめちゃくちゃマット派だったんですけど、ツヤ最近めっちゃ好きです。乾燥の季節なのでハンドクリーム、ハンドクリーム、これは蜂蜜の香りがするハンドクリームなんで、保湿力がめっちゃあってです。あと最後に、最後これです。香水です。これはどちらですか？これはフェルナンダの香水です。コンパクトなので、撮影終わった後とかに用事があったらつけてます。どんな香りなんですか？リリークラウンなんですけど、ちょっと 甘いお花の香りです。あとはちょっと目薬これ目薬なんですね。目薬です。なんか目薬までおしゃれなんだけど瞳のターンオーバーを促すっていう目薬。最後、これ最後で良かったんですかね。最後、ガム入ってます。ガムはいつも持ってるんですか？ガムいつも持ってます。この味が好きです、うん、はい、以上でセーラのバッグの中身でした。ありがとうございました。バイバーイ。Dun dun 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 d